こんにちは。日本ギャの仲間です、えー。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、えー、建築概論の、えー、軸組工法の構造と名称についてお話をします。もうなんかざザ学って感じですごいつまんないと思うんですけど、まあこれも覚えていただかないとなかなか先に進まなくなっていくので、まあもう覚えてくださいという感じの内容になってます。はい。で、あの、まずこれですね。まあこういう 感じですでこれ 3D のデータで作ってあるので動画の概要欄にもリンク貼っておきますでスケッチアップというソフトでぐるぐるみんな回しながら見ることができるのでもしよかったら、えー、見てください一気にこれだけまあこジャーて文字入ってるとうわーってはなると思うんですけどちょっと要素ごとに細かく説明していきますそしたらですねそんなに難しくないと思うんですよ、えー、まずですね部材の名称ではないんですけど建築用語として、えー、この建物三角形の建物があった時にこっち側をつまと言います あと、この斜めの屋根がかかってる方を、桁行きと言います。で、これはもう、あと、こっちが平入りとかっていうこともあるんですが、まあ、大工としては、こっち、妻側と桁側っていう言い方をします。でまず、これは前提知識をして覚えてください。はい。えー、では、えー、具体の話をしていきます。まず、柱類ですね。柱類から説明したいと思います。まず、この一番長い、この1階から2階まで通ってるもの。で、これは、通し柱と言います。 あと、それに対して、この1階と2階で円が切れているもの。これをまあ柱とかえ、正確には管柱と言ったりします。あと、この柱と柱の内側に入っている、この間の柱、ちっちゃい細い柱で。これは下地なんですけども、間柱と言います。あと、この斜めのもので。この斜めのものは、建物がこう筋替といって、強度を足すもの。揺れに対して強度をガチッと固めるためのものを、筋替と言います。はい。 でまあ、これは1回も2回も同じ共通の呼び方で、あとですね、ただし屋根のこの三角の、えーまあ、屋根を作る材料になると、えー、これを塚と言います。まあ、小屋塚といった方が正確かもしれないですね。では次に、えー、土台、銅だしとか、そのこちらの方は横向きの材料についてお話をしていきます。これまず、これ土台、銅出し、えー、桁、もや、胸木ってあるんですけど、 まあパッと見なんか同じような材料だなっていうふうに思うと思うんですがいやまさにその通りでだからあえてレイヤーごとに名前を変えてるんですよはい、まあ、なのでそういうふうに、まあ、レイヤーによって呼び,方が呼び方が変わってるんだなっていうふうに思うと、まあ、頭にも入りやすいかなと理解しやすいかなというふうに思いますえっとまず一番下が土台ですで1階と2階の間のものを銅座しといいますで一番上のものですねが桁と言います あと、軒桁ともいいます。細かく言うと。で、このつま側ですね。このつま側の桁の方は、これも桁でもいいんですけど、細かく言うと、つま桁と言ったりします。はい、あと、小屋組の、まあ、屋根を作る部分で、一番上を胸木と言います。胸木以外の屋根のたるきを受けているものは、もやと言います。なので、これももやだし、これももやですで。ここにとここの間にあるものも、もやともやと言います。 というのが、この横関係のうですね。次に、梁のものたち。はい、です。で、これも、レイヤーによって呼び方が変わっています。まず一番下、床を作るもの。1階の床を作るものを、大引きと言います。で、次に、2階の床を使うものは、床張りと言います。そして、屋根を作るもの。 それも張りも張りなんですが小屋張りというふうに呼びます。これもレイヤーによって呼び方が変わっているよということですね。はい、えー。あと床周りで、まあこれは基礎ですね。そ一番下は基礎になってます。あとこの根田っていうのはこの大引きの上に乗っているのが根太ですね。床を組む、えー、骨組みを根田と言います。で今の新築の材、新築だとこの根田 使わないで、ええ二十四ミリとか二十八ミリの構造用具合板を貼って、えー、一気に床にしてしまいます。なので、えー、まあ商品名がネダレスっていうものがあるんですよ。まあだからネダを使わないのでネダレスとまあだからネダノンとかっていう商品もあれ今大体ネダノン使ってると思うんですけど、まあみんなネダレスと読んでいます。まあこれ地方差あるかもしれないですね。はい。で、えー、最後に小屋周りです。えー、小屋周りで。 まあは言うとまだまだあるんですけどまずこの斜めのものをたるきと言いますでたるきの小口を隠すものこれですねこれこれこの小口を隠すものを、えー、鼻隠しと言いますでこのつま側のこの斜めのもの、えー、これをハフと呼びます以上がですねあの構造と名称の、えー、お話でした もうすごいつまんなかったと思うんですよ。まあ、まあ、それでもあの最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます、はいで。この前提知識をもとにですね、えー、適材適所、まあ、どういうふうに木材を配置していくのかとか、えー、そういったところの話を、えー、また次回していこうかなというふうに思っております。はい、では、ありがとうございました。